おい、お前、先輩、先輩なんか出てきました。テキトチャンネル。いいよ、テキトです。さあ今回はですね、 SCP ロールプレイというゲームで遊んでいきます。でこのゲーム確かね、6ヶ月前、半年前くらいに一回プレイしたんですけど、その時はレベル1のカードキーを使っていろんな SCP と出会ったんですけど、今回はレベル2以上の、とりあえず課金してレア度の高いカードキーを使ってよりレアなSCP と出会っていこうと思います。この動画を始める前に、今回はどんな SCP たちと出会うのか気になるという方はグッドボタンよろしくお願いいたします。チャンネル登録もぜひやっていこう。てかさ、このサムネイルにいる SCP、 これなんだろうね。シャイガイでもないし、ちょっと見たことないんで、これもまあ、今回、出会えるかもしんないね。やっていきましょう。はい、じゃあ今回もね、このクラス D っていう、なんか、すごいモヒカンではないけど、なんか金髪のお兄さん、性格の悪そうな金髪のお兄さんを使って、いろんな扉を開けていきます。ただね、警備員がいて、警備員に見つかると殺されちゃうんですよ。さあ開きました。何？おいおいおい、ちょっと待って。え？なんか狼いない？こいつね、前回見てくれた人分かると思うんだけど、こいつ死ぬまで追いかけてくるんですよ。一回このね、これレベル1のカードキーですね。あ、バレてない、バレてない。あれね、あの狼、SCP なんですよ。あいつにね、追いかけ回されたんですよ、前回。あいつに見つかんないように逃げていかないと。じゃあまずはね、ちょっとレベル1で、どんなモンスターがレベル1で出会えるか、ちょっと復習をしていきましょうか。で、それが終わったらレベル2を行きましょう。でね、なんかいろいろアップデートが来たみたいなんで、もしかしたらレベル1でもまだ見たことないモンスターがいるかもしんないね。大丈夫。あ、なんか赤いライトがついてる。これにぶつかっても大丈夫そうだね。よしよしよし。じゃあ進んでいきましょうか。まあ、多分レベル1で開く SCP もいるんで、ちょっとさ、歩くの早い。あいつ走るの早いぞ。いいな、絶対小学校で人気だ、タイプだ。これは、あ、これなんかスライムみたいなやつで、さっき多分、いたよね、スライム。誰かが逃がしたんだろうね。じゃあ進んでいきましょう。あの奥にもなんかある。これはなんだ？あ、椅子か。これもね、前回やったんですけど、まあ、このね、あの奥にある椅子、こうやって開けて、この椅子に座るとまあ、なんか、どんどんこう、ふらふらしてって最終的に死んじゃうみたいな、感じだった気がします。まあちょっとね、モンスター。ちょっとね、モンスター。やばい。何あれ？あれ前回見てないよ。あんなキャラクター前回見てないよ。あ、なんかある。座る？え、本当に座って大丈夫？なんか来てるけど大丈夫？大丈夫？これ、なんかいい人？いい人？絶対いい人じゃない？食らってる！ HP！ 待って、HP めっちゃ食らってる！なんか、なんか、ちょっと待って、開けて！痛い！おぉ！ムカつく。ムカつく。俺は仲良くしようと思っただけなのに。大丈夫？狼のやつ来てないかな？よしよし。あいつがね、本当に邪魔なんで、あいつがなんか変なところに突っかかってるうちに、ちょっと探索していきましょう。ちょっと左側なんか警備員がいるんで、こっち側行きましょうか。てかね、レベル2のカードキーが必要な場所もまだ見てないんで、ちょっとそれも探しつつ、レベル1、あ、ここら辺レベル1のやつありそうじゃない？隠しシェルト。あ、ここは関係なかった気がする。あ、これ何？あ、これ。狼、いる今。ほら、いる。こいつだよ、こいつね。これ開けたらもうマジで終わりだからね。開けたらもう、本当に死ぬまで追いかけ回される。あれだよ、あれ。これほんとね、レベル1じゃないよ、あんなやつ。レベル3はあるよ。これはちょっとほっときましょう。あれマジで怖いんでね。ここは？そう、レベル1でもね、結構開けられる場所は多いんで、ここら辺にね、レベル2があった気がするんだよな。ちょっとここら辺見ていいですか？レベル2、レベル2。ここら辺にあった気がする。ほい。あ、ここ関係ないな。あ、これだった気がする。これレベル2じゃない？はい！来た！はい、これでね、1回しか使えないレベル2のカードキーを15ローバックスで買えるんですよ。だからこれをちょっと買っていきましょうか。ほい。さあ、ワンライフキーカード。さあ、使いました。で、これでレベル、あ、レベル？何これ？ 05。はい。さあ、来ました。これは、うわ、見て。デンジャラスバイオハザード。名前が愉快すぎるな。なんか、ドクロに、脳みそが入ってる。なるほどね。
じゃあこれ開けましょうか。ほい。うわー、これ大丈夫かな。さあ、どんな SCP が出てくるのか楽しみですね。これここ開けちゃっていいのかな。おい、大丈夫かよ、マジで。レベル、クラス D の人間が入ってもいいの？はい。めっちゃ厳重じゃない？めっちゃ厳重になってる。これ、やばいやつがいる気がする。ここ？どこにいるんだろう？感染していない時に死亡リスク。感染してると逆に死なないってこと？大丈夫？大丈夫？でも普通にこれ病院でよくやるやつだよね。だから大丈夫なはず。これCT スキャンっていうかさ、脳みそに異常がないかみたいな。大丈夫？脳みそに異常ない？大丈夫これ。極限にバカとかないよね。大丈夫？脳みそ、ちょっと脳みそスカスカだったらどうしよう。恥ずかしい。パンパンに詰まっててくれ。これ、いつ、これ、どんぐらい待てばいいの？おなんかダメージ食らってんだけど。おい。信用ならねえな。これが、ちょっと待て待て、やめて、やめて、もう出よう、もう出よう。ここ、でもこれ関係ない気がすんな。一回こっち行きましょうか。これですよ。デンジャラスバイオハザード。感染する系かな？うわ、なんか、何これ？めっちゃ広くない？大丈夫？行って！何？どこにいる？なんかモンスターがいるとかかな？めっちゃ、めちゃめちゃ広いん、あ、うわ、これじゃない？これ、感染、ガス吸いますか？SCP-008 感染。他のプレイヤーにタッチして感染。感染しました。今私は SCP-008 と共にある。ちょっと待って。実はこのマップ、今、私しかいないんですよ。どうしよう。どうしよう。感染一人で終わっちゃうんだけど。でも、確か、さっきなんかさ、頭スキャンするやつ、あれが、なんか感染してない時に死亡リスクってことは、今感染してるから、治すことができるんじゃない？やっぱね、ここは収容所なんで、そういう治すシステムもあるんじゃないかな。ちょっと開けましょうか。さあ、頼むよ。さあ、この感染を治してくれ。頼む。なんで一回転げ落ちんだよ。さあ、これで治るんじゃないか。頼む、治ってくれ。感染008。いやーもうね、もう気分が悪くてしょうがないよ。お、治る？ダメだ、治んね。知りまーす。うわ、死ぬと、レベル1の、レベル5のキーカード、なくなっちゃうわ。マジか。また15ロバックス払わなきゃいけないの。まあいいだろう。これが150ロバックスとかだったら厳しいけど、まあまあまあいいだろう。お、仲間がいる。あいつ足早いな。お、なんか大丈夫？うわー、いる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 。なんか燃えてね？大丈夫？ちょっと。うわ、いるなー。あいつに見つかりたくないな。これ隠れらんない。うわ、隠れらんね。これ絶対、意外と、意外と許してくれる。あいつ絶対俺を殺しに来るかと思ったけど。よっしゃ、ちょっとレベル、さっきのね、シェルターのとこまで行きましょう。なんかいない？待って待って、なんか見えんだけど。なんかさ、なんか透明なやつ追いかけてきてない？何こいつ？待って、ちょっと待って。これ死ぬ？はっ？何これ？泥酔。酔っ払いました。なんか今さ、後ろに誰かついてきてたよね、透明の。あれも SCP なのかな？あいつに見つかんないように行かないと、進めないぞ、先。お、ダンデお兄さん、こんにちは。シニア開発研究者。この人研究者だって。ちょっとついていこうかな。これ走れんの？これ走れるんだ。なるほどね。うわ、ここら辺だよ。透明人間いないよね。大丈夫？よし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 。オッケー。これ進んでいこう。で、この奥が、この研究者の人、よし、俺が課金してやるから一緒に行こうぜ。はい、課金します。待って、この人課金しなくてもいけてる。上級者だ。この人、もう先輩。先輩一生ついてきます。僕に、とんでもない化け物を見せてください。さあ、ここら辺、さっきね、この右側？あれ？さっきとなんか違うぞ。何これ？ Where the hell are they？なんか、ちょっと一回この人についてみよっか。この人めちゃめちゃ上級者な可能性あるぞ。蹴ってるだっけ？これ絶対強いやつだ。
何、もっと奥があるの。ちょっとどんどんついていこう。うわ、何これ、何 SCP Make sure equip your スクランバーゴーグル。え、なんかゴーグルを装備するみたいなこと書いてあるな。カードキー、あ、俺のカードキー。うわ、これ SCP-096 ってこと。え、これどうやって開けるんだろう。なんかボックス、なんかボックス、おい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 、お前、先輩、先輩なんか出てきました。先輩、出してください。僕はこんなとこにいちゃいけない。あ、しまった。え、ちょっと開けてもらおうかな。え、なんかいたよね。え、これ災害じゃね、え、これ災害じゃね。え、ちょっと災害見てみようか。ちょっと出てるのやめて。え、これ、え、これこっち側もなんか開けられたりすんのかな。あ、開けらんねえわ。え、どうしよう。あ、災害が、これ目やった。えっ。おいおい、本じゃないのよ。一瞬で殺されたんだか。これ多分災害だよね。あ、災害あそこにいるんだ。なるほど。じゃあちょっと一回一人でね、課金して進んでいきましょうか。あの先輩はちょっと信用ならないんで、あいつはもう見捨てましょう。あいつ絶対許さんぞ、あのダンディ男。待って、シャイガイの声すんだけど。ちょっと大丈夫？シャイガイの、うわーって男、音するよ。みんな聞こえた今。ここはレベル1使えるけど、この奥がね、レベル4の、カードキーが必要なんで、ちょっと開けましょうか。課金します。ほい。これね、死ぬとね、カードキーなくなっちゃうのがちょっと痛いよね。はい、開けます。さあ、で、ここがさっきあの、感染するやつ、バイオハザードで、この奥かな？行ったことないのは。この2つがあるんだけど、あ、I can sense、the disease in you。 何かがこう消えていくのがわかるみたいな。え、あ、でもいなくね、あいついなくない、ここはいないのかな。もう脱出しちゃってるとか、こう誰かがこう扉を開けてその中にいる化け物を出してたりするんで、これいないかもしんないね。じゃちょっと出ましょうか。こっちは、ユークリッド、SCP ファンデティション。あ、なんかこれ行ったことある気がすんな。これちょっと一回入っ、これちょっと一回入っ、あ、待って、これ透明人間のやつじゃん。透明人間のやつ、こいつか。待って、出し、出て出て出て、一回入って、なんか、うわ、最悪最悪、こいつここにいたんだ。一回出して、こ、閉める。待って、一回こいつ出したい。はいはいはい、でこれで閉める。ほい、はっ、あ、オッケー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 、どっか行った、どっか行った、どっか行った、よし、どっか行ったわ。で、これはケテルで、インバーンズ、イットバーンズ、なんか爆発系のやつかな。ちょ、これ入ってみましょうか。ほい。さあ、開けました。え、あ、これオーブントースターなんだ。ちょ、入ってみよっか。どうなる？あ、ドア閉まった。さあ、どうなるんだ？さあ、怖いです。テキト君ビビってます。え？ E を押して457ボックスと話します。え？この箱と会話できるの？はい。あ？これもしかしてもう一人がこうポチって押さないと発動しないとかかな。そしたらちょっとまた違うとこ行きましょうか。次は、Make sure to equip、 あ、これさっきのやつか。あ、ゴーグルをつけてその目を見えない状態にしてないとシャイガイと目が合っちゃうからダメですよって感じかな。シャイガイと目を合わさないためにゴーグルをつけろって感じか。さあ、もっと奥行きましょうか。さら、うん？あれ、ここで終わり？あ、ここで終わってんな。ってことは、こっち側は、まあ、ここで、SCP ゾーンはなくなるってことで、じゃあ、反対側行ってみましょうか。そっか、5体ぐらいしかいないんですね。ちょっと化け物系をもっと見たいな。あ、先輩がいる。え、消えた。ゲームやめたわ。え、なにこいつら。え、なんかこんなやつ、え、なんか、え、なんかすごい。え？あ、待って、あいついる。やばい。あの、透明人間いる。最悪。もう、あいつマジでやめてほしいわ。来てる？わ、来てんな。あ、これ、あれ、お風呂か。今あったお風呂のやつね。あの、お風呂にずっと入ってると死んじゃうんですよ。しかも結構グロい。結構グロいからやめときます。やめときます、今回は。大丈夫？あの、透明人間来てない？ちょっと別の場所行きてえな。え、なんか燃えてんだけど。え、なんか燃えてね。え、痛い痛い痛い。え？あ、なんかこいつも透明人間だ。なんか透明人間多くないですか？ SCP って透明人間多いの？燃えてるし。燃えてんだけど、あいつ。え、何？
きっしょいのいる。何これ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 、キモ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 、何、あきょあきょあきょ、あ、ここなんか行ったことない気がする。え、こいつ何、こいつダメージ食らう。あ、でもダメージ食らうわ、ダメージ食らうわ。うやっぱ痛い、殺された。おいマジか、あそこがセキュリティルームっていうか警備員がいるとこだね。あれはね、多分他のプレイヤーなんで、そのなんて言うんだろう、 SCP 見つける側と、あとは追いかける側っていうか、その見つけに来た人をその警備して殺す側がいるんですけど、あいつらに見つかっちゃいけないのよ。さあここを開けたらね、警備員がいます。あれ、うわー、いるんだよな、あれがね。あいつがちょっとどうにかできない。あ、倒せ倒せ倒せ、こんにちはって言ってる。え、日本人日本人なんだけどこんにちはって言ってる。ワンチャン視聴者ありえるぞ。やった、なんか通してもらえた、やった、ありがとう。もうこいつマジで何ついてこないで、ほんと。こんに、あいつ日本人だったぞ、まさかの。じゃあちょっとその間にちょっと行きましょうか。やった、通れた。ここ行ったことないかもしんないな。ただここら辺は SCP ないのかな。ちょっとこのゾーンを抜けて進みたいですね。お、外にある施設。ちょ、これ開けましょうか。いや、何これ、うわ、絶対ここ行ったことないわ。さあ進んでいきましょう。ゲート2。お、え、開く、これ大丈夫、大丈夫、開く。え、なんか外来たよ。え、何これ、え、大丈夫、え、外来ちゃった。何ここ、おい、これ前回絶対行ってないよ。これ落ちたら死ぬかな。いやでも死にたくないな、多分これ落ちたら死んじゃうんで、ちょっとここはやめときましょうか。待って、俺なんか脱出したみたいな感じでサイレンになってない俺脱走者として、あ、入れる入れる。え、ちょっと開けて、マジで頼むわ。 OKOKOK。 これもしかしてさ、脱出することもできるとか、それももしかしたらありそうだよね。そう、もともとね SCP って脱出できるんですよ、もともとのゲームは。なんでこのゲームももしかしたら脱出できるかもしんないね。てかここ別に来なくていいとこかもしんない。帰ります別に僕は脱出する気もないんで帰ります。こっちがまだ行ってないかな。あ、これ椅子か。あれ、じゃあもう一通り行ったのかな。お、なんか来たぞ。 SCP-173。 あ、173ってあのさ、瞬間移動するやつじゃない。この黄色が、黄色のマークが現在地で、これぐるーっと回って、うわー、結構マップ広いんだな。なるほど。SCP-096。これがシャイガイだよね。で、049-457。なるほど。あ、SCP-049 って多分あれ、あれじゃない、あの、隠れてるっていうか、目が見えない、透明のやつじゃない。何してんの、こんにちは。あ、この人警備員のか。これ敵ですかね、これ。こんにちは。これ日本人かな。こんにちは。大丈夫、こんな喧嘩売って大丈夫かな。でもこれさっきの日本人じゃない、日本語喋ってくれるかな。なんかチャット打って。こんにちは。打たないでね。頼むよ。こんな可愛い顔してる。何やってんですかこっちはな、SCP 探して。殺されたやっぱり、そう、何やってんですかって言った人はいい人だったんだな。そう、ああいう人がいるんで、ちょっと気をつけなきゃいけないんですよ。ちょっと一回、さっき説明したあの、お風呂場、お風呂に入る SCP。あれ行きましょうか。ちょっとあいつらに見つかったら困るからな。ちょ、一回さ、この椅子行っていい？これ確か前回ね、何もならなかったんだよね。はい、座ります。まあ、たまにはこういうね、休み時間も大事。これで、そう、これね、なんかずっと座ってるとみたいな書いてあるんですけど、これずっと座ってても何も起きなかったんですよ。どういう感情？じゃ、これはね、やっぱスルーしましょう。これちょっとね、わかる人教えてください。じゃあ、ここ進んでいきましょうか。確かこっちの方にね、お風呂に入る SCP があった気がするんですよ。お、これなんだっけ？うわー、懐かしい。はっ！これ、やばい。こんにちは。閉める閉める閉める閉まれ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 。やばい。まずい。なんかでかそうなのにさめちゃめちゃ小さくない？こいつね、一生ついてくるからね、ちょっとあの、開けない方がいいわ。いや、やっぱ開けるか。あいつちょっと相棒として連れていこう。相棒、今日から お前は相棒だ。さあ開けます。ほい、さあついてこい。よーし、おいでおいでおいで。よしよしよし。こいつね、ダメージ、
そう、ダメージ食らうけど、まあそんなに、そんなにダメージ食らわないんで、まあ相棒として連れていきましょう。これなんだっけ、わあ、こいつ邪魔だな。やっぱお前相棒として連れていかなきゃよかったわ。あ、クリスタル、あ、これね、体がクリスタルになるやつだ。そう、これね、ちょっともう一回やりますか。買います。待って、死んじゃう死んじゃう死んじゃう、課金したのに死んじゃう。最悪もうあいつも絶対開けないかんね。ちょっとあの触ったらクリスタルになっちゃうやつ、あれ久々にやりましょうか。ちょっと待って、最悪なこと起きてる。どうしよう。こっちから行くにもあの透明の燃えてるやつがいて殺されるじゃん。で左も行くとあいついるんだよ。あ、通れねえよ、どうしよう。こんにちは、こんにちは。おい、あいつやん撃ってんの。やめてやめて、撃たないで、お願いお願い、頼む頼む頼む。あいつめっちゃ撃ってくる、どうしよう。逃げよう逃げよう逃げよう、めちゃめちゃ追いかけてくる。あ、おい、あいつ俺ばっか狙ってくんじゃないか。ちょっと待って、逃げよう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 、あいつめっちゃ追いかけてくる。助けて助けて、あの日本人俺をめっちゃ殺そうとしてくる。助けてみんな。ほい、ここに隠れよう。ふん、ちょっと待って、あいつマジで許せねえ。行って、あいつ末代まで許さねえ。あいつ大丈夫か。こんにちは、こんにちは。撃たないでね、頼むよ。この人お前いいやつだと信じてるからね。さよなら。よし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 、ああ許してもらえた。なんでさっきめっちゃ追いかけてきたんだよ。ああそうそうそう、ここここいるよ。もう最悪、もうお前マジマジどっか行って頼むから。うーやだー、あいつ来る。もうまだ、え、何これ、何これ、一生ついてくる、もしかして。頼む、許して、俺を許して、ほんと頼むわ頼むわ。もうこれからさ、真っ当に生きてくからさ、真っ当に生きてくから、もう俺のこと見捨てて。マジ来んなよ。お、来んなよ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 。そう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 、でもあそこに行きたいところがあるんだよな。いる、うわいるよ。もうマジであいつやだ。でも一回これでぐるっと回ってくればいけるはず。やめてやめて、見逃して、頼む頼む、俺のこと見逃してくれ。こいつマジ許せねえ。詰まってやんの。もうもうあいつマジで確実に殺してくるんだけど。俺さ別に脱出しようとしてないんだよ。脱出せずに SCB とちょっとね、ちょっとだけ戯れようかなと思ってるだけなの。そんな善良な市民だからマジ殺さないでください。前回もね、ああいうなんか警備員みたいなやつで殺されまくったんですよ。相変わらずも、相変わらず燃えて、来た来た来た、ここここここ、さあここで課金します。あ、変えた変えた、よし行きます。ほい、待って、来てる、やべ来てる、待って、早く行こう早く行こう早く行こう、よし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 、あの警備員来てる、オッケー、来てない、警備員来てないよね。頼むよ、来んなよ。よし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 、どうせあいつな、このレベルの高いカードキー持ってないだろうから。よし、さあ触ります。あれ、あ、来た来た、これで来るんじゃない。あ、来た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 。さあこれね、体がクリスタルなんですよ。めちゃめちゃ綺麗なんでね。さあこのなんかペンライトみたいのが生えてくるからね。あー痛い痛い痛いよ、助けて。よし、これ感染、これ感染させらんないかな。あ、てかさ、さっきなんかあのゾンビになって感染させられるやつあんじゃん。あれで警備員とか感染させられんのかな。さあもう、もう左腕がもう特殊能力者みたいになってます。助けてくれ、誰か助けてくれ。見た目が結晶になってる。あー右手がもう、助けてくれ警備員さん、警備員さん、俺の右手が変になっちゃってんだよ、助けてくれ。あー死にそう、HP がもう、あ、これ警備員か、あ、警備員じゃねえ、これ逃走者だこれ。開けてあげるよ、お前も、お前もならないか。あ、逃げた。やっぱこんな見た目してるやつは、あ、いたら逃げるわな。あ、やばい死ぬ、やばい、もう意識が朦朧としてきた、やばい。クリスタル2000万円くらいで売られちゃう、この体。あー、やばい、もう右半身がもうほとんどクリスタルになってる。これ、あ、全部取れたんだけど、治ったでしょそれなら。はい、まあこういう感じのね、 SCP もいると。じゃあちょっと一回ゾンビになって、あの警備員を感染させられる、これ他のプレイヤーいるんでちょっと感染させてみようか。感染させたるよ。確かこっちだな、セクター3にその SCP、 ゾンビの SCP がいるんで、デンジャラスバイオハザード、
最初に見つけたやつ、あれ行きましょうか。じゃあちょっと今日は感染させてこの動画終わりましょう。じゃあ一人でもね、感染させることができたら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。よし、待っとけおめえら。あいつ、あの俺のことをめちゃめちゃ殺したやつ、あいつ絶対許さないからな。ゾンビにして苦しませてやる。こっちかな。あ、警告来た来た来た、これこれこれ。さあ吸います。うわー来たぜ。さあ全員感染して殺してやるよ。他のプレイヤーにタッチして感染だから、ぶつかればいいのか、それともこうやってこのマウスをポチって押さなきゃいけないのかな。他のプレイヤー探すのは簡単だろう。まあ、声おかしい。俺自体もゾンビになってきたかも。今ね、深夜っていうかもう朝5時ぐらいに動画撮ってるんですよ。やばいやばい。もう朝になる前にこの動画終わんねえと。こいつは何こいつ、ほら、感染しろ感染しろ感染しろ。え、こいつ感染しない。あ、やっぱこいつ感染しないんだ。ちょ、誰かプレイヤー来てくれ。頼む、誰かプレイヤー来てくれ。あ、でもなんかプレイ、死んだんだか。え、これ一定時間経つと死ぬの。あ、いるいるいる。絶対お前感染させてやるわ。もうあそこまで行くのめんどくさいし、金もかかるんだけど。はい、吸います。はい、ガス吸います。すんこ。はい、気持ちいい。さっきなんで突然死んだんだろう。さあプレイヤーどこだ、出てこい。今ね、他のプレイヤーが2人か3人ぐらいいるんで、そいつにタッチしましょう。え、いねえけど。あ、いたこんにちは。あの、私ね、別に何も感染してないです。ほい。え、これかん、え、こいつ感染してね。え、こいつ感染してる、もしかして。おいもうおとなしくなれよ、ゾンビに。ちょっと待って、ゾンビなってる、これなってな。タッチ。え、これタッチしてるよね。あ、逃げたな、ゆるさん。おめえをゾンビにするまで俺死ねねえんだよ。ほれ。あいつゾンビになってねえな。捕まえるか。この視点だったら捕まえられんじゃない。ふん、ほい。えダメだこりゃ。はい、というわけでね、ちょっと今回これゾンビ感染させられたのかな、ちょっとやり方が分かんないんで、よかったらね、あの、分かる方教えてください。そしてね、このマップおそらくね、これ以上 SCP いないんじゃないかな。さっき SCP-173 とかも見当たらなかったんで、まあ、もしね、まあ、ちょっと新しく SCP 追加されたら、またこのゲームやっていこうかなと思います。というわけでね、今回シャイガイとかね、新しい SCP と出会うことができたので、チャンネル登録とグッドボタン、まだしてない方はよろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録は上のボタンをポチッ。 Twitter、Instagram、TikTok のアカウントはこちら。テキトチャンネルの最新動画もチェックしていってね。バイバーイ。